1> l 1 3 a 1 3ル i DSI エンジン IDSI は、ホンダ技研工業が開発した点火タイミングの制御装置及びその名称である。以前から燃焼室に点火プラグを2つ装備したエンジンは、航空機用では点火系の故障によるエンジントラブル防止、自動車用では失火防止や急速燃焼を目的に採用例があるが、IDSI ではこれに加え、 2点の点火タイミングをずらし位相作点火させ急速燃焼させる手法を採用した。これによりシリンダー内の燃焼圧力が従来エンジンより高くでき低速回転域からの高トルクや積極的な排気ガス再導入による低燃費化、低排気ガス化が達成された。位相作点火技術はノッキングを抑える効果もあり従来エンジンより圧縮比が高く設定できる効果がある。 日本国内では、IDSI が初採用となるが、メルセデスベンツのサイ 1C3 バルブエンジンでは、IDSI に先んじてこの技術を採用している。2001年6月、フィットに初採用し、1.3リットルで10.15、モード燃費 23kmL を達成、後のマイナーチェンジで 24kmL まで伸ばした。また、同年12月、1.3リットルに、 リーンバーン気筒急シビテック機構、パラレルハイブリッドである今機構を加えたシビックハイブリッドを発売、燃費は 29.5kmL を実現している。ありがとうございます。